改善。どうもちゃしのかるです。今回は皆さんに生活リズムをそろそろ改善しましょうということを言いに来ました。生活リズムを改善しましょうということをですね。で、生活リズム前も動画を作りましたが、その時はまだ改善しなくてもいいよということを言ったと思います。ただ今この動画収録時点で12月になりました。で、12月のこのタイミング、受験生生活リズムそろそろ直してください。で、受験勉強してると大体今の生活リズムっていうのが夜の大体2時ぐらいに寝て、で、起きるのが8時みたいなね。で、6時間睡眠や眠いわーって学校行くみたいな。で、それで昼とかに寝ちゃうとかね、そういうことになってるかもしれませんが、実際の試験ではこれを直していってほしい。試験受けるとき、センター受けるときまでにできれば10時に寝て、22時に寝て夜の6時に起きるというふうに改善してください。で、まあ、これはあくまで目安ですよ。これ8時間睡眠ですけど、これはもう人によって変わりますが、まあ、自分が一番本番で力を発揮できるのは大体こんな感じになるかなと思います。まあ、これは人によりますけれども、とりあえずですね、朝の大体6時くらいに起きるようにしてほしいんですよ。しかもしっかり寝た上でとするならば、まあ、10時くらいには多分寝ないといけないのかなと思います。で、この生活リズムの改善ですが、これ大体1ヶ月かかります。1ヶ月ね、1ヶ月かかります。で、考えてみてほしいんですけど、朝の8時、試験9時とかに始まるんですよ。1時間前とかに起きてたらもう眠くて仕方ないですよね。多分集中もできないでしょ。で、しかも1ヶ月前ぐらいからやっておかないと、直前に変えたりとかしても頭がね、多分眠ったままなんですよ。で、全然実力が発揮できないで終わるということになる可能性が高いですから、もうね、もう改善してください。12月になりました。12月になっちゃったんで、もうね、改善してください。で、今結構夜型のこんな生活を送っている人は、どっかでリセットしてください。リセット、一回リセットしてください。で、朝型の生活に戻すということが大事です。で、どこでリセットするか、まあ例えばですけど、普段2時ぐらいまで起きてる人がいきなり10時に寝るってなったら4時間分前倒しなんですよね。でも4時間も睡眠時間前倒ししたら、多分ね、眠れないな、寝つけないなってなると思うんですよ。寝つけないなと思うと思う。で、そうなったら逆にイライラが溜まるんですね。寝ないといけないのに寝れない、勉強したいのに布団の中にいるみたいな感じで、多分イライラが溜まってくると思います。ですから、どっかでリセットしないといけない。どっかで、10時にピタッと寝て、で、6時に起きるみたいなね、10時に寝始める瞬間っていうのをつける必要があります。30分ずつこう前に倒すっていうよりも、多分どっかでピタッとやった方が、なんだろう、気合というかな、なんか多分意外とスムーズにいくと思います。で、リセットする方法なんですけど、ポイントが3つあります。で、まず1つ目が昼寝しない。昼寝をしちゃうと夜リセットするの難しくなります。これ睡眠時間前倒しにしてるわけだから、昼寝をしちゃうと睡眠時間が後ろに行っちゃいますので、昼どんなに眠くても昼寝をしないようにしてください。これが1つ目です。もちろん昼寝をすることで勉強効率は上がるんだけど、生活リズムの改善が難しくなっちゃうので、昼寝しないでください。あと試験本番も昼寝なんかできないですからね。昼寝しないということを意識してください。これが1つ目で、2つ目なんですけど、どっかのタイミングで徹夜してください。地獄の三沢じゃないですけど、ああ眠いわ、足りいわ、超眠いわっていう状態で10時を迎えたら結構寝れるんですよ。すっげえ眠い、足りいわ、だるいわっていう、そういう状況で10時を迎えたら意外とね、ふっと寝れます。で、やっぱり寝つきが悪いっていうのがね、一番困るんですけど、さすがに前日徹夜してたらふっと寝れると思うんですよ。ですから、ちょっとね、徹夜ちょっと1日やってみてください。1日ちょっと頑張ってやってみてください。これが2つ目です。2つ目で、最後3つ目なんですけど、睡眠導入剤っていうのがあります。まあ、いわゆる睡眠薬ですね。お医者さんでもらえます、睡眠導入剤で。あと薬局にも売ってます。ただね、まあ、ドラッグストアとかの睡眠導入剤よりも内科のお医者さんとかに処方してもらった睡眠導入剤の方が効きます。もう最後はね、睡眠薬、文明の力に頼りましょう。睡眠薬ですねを、もらってください。内科のお医者さんに処方してもらってください。睡眠薬、危険なイメージあるかもしれませんけど、睡眠薬ほど死に遠い薬ってないらしいです。なんでかっていうと、結構いろんな人が睡眠薬ブワーって大量服毒というか、いっぱい飲んで、で、意外と助かってるっていう実例が多いんだって、睡眠薬って。で、意外と大丈夫みたいな。
で中毒性も最近抑えられてるそうです。あの研究というか、そのいろんな製薬会社が研究して、で睡眠薬っていうのが最近その中毒性も抑えられてるし、大量に飲んでもそんなに体に害がないみたいな、ましてやお医者さんに処方されたんだからもっと害がないっていうね、そういうのを飲んで寝るっていうことをやってください。皆さん普段睡眠薬多分飲んでないと思うんですけど、普段飲んでなかったら多分ね、あのすぐ効きます、かなり効きます。ですから睡眠薬、お医者さんに行って睡眠導入剤くださいと、導入ですね、導入剤くださいっていうと結構もらえると思います。はい、ということで今回生活リズムを改善しましょうということで、もうね12月なんでもう改善しないとダメですよ。もう夜型生活続けるのはちょっとね危険なので、もう改善しに行ってください。で改善の仕方なんですけど、昼寝しないで、どっかのタイミングで思いっきり徹夜してみて、翌日10時に寝る、で朝、早く起きると、でそこからこれ継続するんですよ、継続していくと。でそして睡眠薬睡眠導入剤を借りてきて、コテッと寝ましょうということですね。一回やりましょう。一回このタイミングにブラした方がいいと思います。毎日ちょっとずつブラすっていうのはね、あの多分勉強今日忙しいからっていう理由でこうずるずる後ろ伸びちゃうと思うんですよ、うん、で意外とそれ多分うまくいかないと思います。ですからどっかのタイミングでスパッともう割り切って徹夜して睡眠導入剤飲んで、しかも昼寝しないでやるというのをやってみてください。はい、ということで今回の動画これで以上です。ご視聴ありがとうございました。あのもしかしたらですけど、徹夜企画またやるかもしれない。 42.195 時間耐久マラソン勉強みたいな感じで、よしこのタイミングで皆さん 42.195 時間起きて10時に寝ましょうみたいなね、そういうのを、もしかしたらやるかもしれないです。よかったらねその動画、まあ、あのどういう風にやるか分かんないですけど、よかったら、そういう企画があればぜひ参加してください。受験生だけですよ。高2とかね高1の時はゆっくり寝て、ゆっくり遊んで思いっきり勉強するという感じですが、受験生の頃はね、受験生の頃というか受験生の皆さんはやらないといけないということです。最後になりますが、過去動画のまとめサイト作りました。今まで投稿してきた動画を体系的にまとめたサイト作ったので、よかったらそちら見てください。今後もこういう勉強に役立つ情報をどんどん配信していくので、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということでまた次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。